準備はよろしいでしょうか、はい、それでは参りましょう作品名はサフィテムですよろしくお願いいたしますはい、えー、物資支援サービスサフィテムを発表させていただきます、えー、立命館大学理工学部ロボティクス学科2回の佐古ゆきと同じく立命館大学情報理工学部のメディア情報学科に所属しています同じく2階瀬尾石智恵ですよろしくお願いしますまず皆さんもうこれだけ発表あったらご存知だと思うんですけども今年のアイテラのテーマは社会に役立つ安全安心ツールということで 私たちはその安心安全という単語から地震や津波などの自然災害時にみんなの安心安全を守ってくれるようなサービスがあったらいいなと思って今回開発に臨むことになりましたそしてできたのがこの物資支援サービスのサフィテムになりますこのサフィテムっていうのは安心安全の政府と物資っていう名前のアイテムを掛け合わせた造語になってますでそ、あのー、そのサフィテムを開発するに至った経緯なんですけども皆さんご存知の通り日本は自然災害がとても多い国です 地震をはじめとする自然災害が起きると避難所に多くの人が駆け寄りその中で物資が不足してしまうという状況がありますなのでそのような物資支援を補助できるようなサービスがあればいいなと考えましたそしてもう一つ皆さんご存知かと思いますがツイッターとかで被災地いらなかったモノリストとかいうハッシュタグができるぐらいに本当はこういうものが求められているんだけどなんかいらないこうハンカチなんか使われたハンカチとか リモコンのないブラウン管テレビが送られてきたとかそういうのがあってせっかくの人の行為が無駄になってしまっているという状況が挙げられますそして最後にこのサービスって学生にこそ開発するべきものなんじゃないかなと思って例えば災害系のサービスって僕まだヤフー災害しか見たことないんですけどもって災害が起きた時しかニーズがないっていうことで他の状況において収益を上げることができないんですね。 そのため、まあ、収益性とかビジネスモデルの問題から企業さんは開発することが難しいということでそういったのを考える必要のない私たち学生こそこういうサービスを開発するべきではないかと考えこのサービスを開発することになりました以上の3つの理由から私たちはこのサフィティムを開発することに至りましたでこのサフィティム何をできるかっていうことなんですけども、まあ、震災が起きた時に避難所と支援者の方を結んでくれるようなサービスになります 誰でも簡単かつ直感的に支援できることを重視していますで使用、えー、対象ユーザー層としては、えー、支援したいと思ってるボランティアの方と避難所の方になりますでは実際にどんなことができるかっていうのを見ていきたいと思いますまず物資検索機能がありまして例えば避難所が避難所で寝袋が足りてないっていったら寝袋って検索してあげることによってどんなものが今 これ楽天使ってるんですけども楽天の中でこの寝袋に関するものをえ検索してヒットさせることができます。この寝袋だったらなんかえ値段とかもちょうどいいし丈夫そうだなって思ったら不足中っていうボタンを押すことによってえ各避難所が欲しがってるものがリストの中に登録されるようになっています。そして後ほど支援者の方がこのリストを見てえ登録していくような形になるんですけどももう1つ、避難所ができることとして他の避難所がどんな物資を欲しがってるのかっていうのを確認できるようになっています。 例えばシェルター1っていう避難所が近くにあったとしてその避難所では水が欲しががって水が足りてないとそういえばうちもそういう水が足りてないなって思うきっかけになったりだとか逆に自分のところは水が足りているんだけど他の避難所は足りてないじゃあせっかく近くだから持ってってあげようとかそういうなんか避難所同士のコミュニケーションの始まりにもなるのかなって感じていますで支援者の方は何ができるかっていう話なんですけども え先ほどの,リストのえ避難所の支援物資一覧みたいな感じで各避難所ごとに必要物資がリストになって出てくるのでこれぐらいの段々だったらまあえ支援してもいいかなって考えたらこの支援するってボタンを押すことによって各避難所に通知が行きますこの人がこういうテストユーザーさんがこの寝袋を支援してくれ,支援してくれるって言ってますよっていう通知がきますその後えもし双方合意の上で支援者と避難所の方が えー、同意すれば支払い機能をクレジットカード決済に対応しているので簡単に決算することができますそして、えー、共通操作そしてチャットで、えー、避難所の人とユーザーさん、えー、支援者の方がやり取りをできるようになっていますでは簡単に操作方法を説明したところで紹介ムービーを見ていただこうと思います、えー、避難所への物資支援をスムーズにというコンセプトで作らせていただきましたまず避難所の方には、えー、新規の登録をしてもらいます これは避難所の代表の方にやってもらえると考えてもらえば大丈夫です。代表の方が集約して必要な物資を登録していくという流れになります。で、必要な物資追加で今回も先ほど例に挙げた寝袋を例に挙げるんですけども、あ、これこういう寝袋いいなって思ったらこの不足中のところをクリックしてあげるとすると、えー、リストの中に登録されますと。で、他の避難所が欲しがっているものをあこの水いるなとか思ったらそれを 追加していきますでしっかりリストに入ってるんであとで支援者の方がこれを見てあじゃあこれを支援しようっていう形で支援が進んでいきますで支援者の方ができることっていうことなんですけども支援者の方もまずは新規登録してもらいますすごい簡単に新規登録できるんで1分ぐらいあればできると思いますで、えー、と避難所一覧からこの避難所いいなって思ったらこの避難所にあげよう 避難所の一覧から避難所が持ってる欲しがっているもののリストを選んで支援するボタンを押すことによって避難所の方にに通知が行くようになってますそして自分が支援表明した一連は確認することができるのでこのページから商品の詳細を読んだりだとかまだこの段階ではキャンセルすることも可能になっています。 そしてですね支援者が見つかった後はどうするかってことなんですけどもまあチャット機能中についているのでチャット機能でやり取りをするっていうこともあるんですけども,まあもちろんそ,れはその工程はそばしてもらっても大丈夫ですで支援者を確認するとああ誰かが支援,支援してくれるんだなっていうのが分かって支援一覧を見るとテストユーザーさんが追加されているとでチャットとかでどうもありがとうございましたみたいなことをやるとすごい支援者と 避難所の方がつながれるという形になっていますであとはやることはもうユーザーさんが支払いを済ませていただければもう楽天最初に登録してもらった住所の方に自動で発送,させられ発送してくれるようになっているのでこの決算機能を使ってクレジットカードで支払ってもらえれば支援が終了するという本当に簡単にわざわざ g メールとかいう別の手段で連絡を取らなくてもこのサフィティモを使うだけで。 登録から支払いまで、すべての動作がここで完結します。これは災害時にとって、大きなメリットになるかなと考えています。はい。でですね。ここからちょっと使用技術について、説明していきます。えっと、できるだけスムーズに。 支援を行うということでダウンロード等が不要なウェ,ブサービスウェブサービスとして提供を行っていますそのため HTML5、CSS3、JavaScript というフロントエンドの技術を用いていますでサーバーサイドには Ruby を使用していますでデザイン面は Bootstrap を使用していますそしてですねウェブアプリケーションフレームワークとしてはできる限り軽量な Ruby のフレームワークである s i n a t r a を採用していますでデータベースには PostgreSQL 先ほどの商品検索の部分には楽天の API を用いています あの決算の部分に関しては WebPay を用いていますなので一旦支払ったものを WebPay のところに蓄えられてそこからこちらの方のスクリプトで楽天に発注していくという形になりますでまとめなんですけどもできる限り少ないステップかつ直感的な動作で誰でも簡単に支援をすることができるという話そして登録から支払いまでの一連の流れをすべてこのサフティム上で完結するという話できる限りシンプルに といいうことを常に心がけていますそして最後に、えー、支援したくなるような仕組みづくりということで,、えー、っとできあの支援者の方と避難所の方が1対1でやり取りをすることによってあ本当にこの人のためになってるんだなって思えるような支援者の方の仕組みづくりだったりとか具体的な商品の値段とかを明示してあげることによって自分のお金がここに使われてるんだなっていう安心感そのようなものを与えることによって支援したくなるような仕組みづくりを行いました。 これで物資支援サービスサフィテム発表を終わらせていただこうと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたでは質疑応答の時間に移りたいと思いますご質問のある方は挙手をお願いいたします あり,はい、ありがとうございます,えとすごい重要度が高くていいいシステムだと思います。えー、と私、ちょっと実家が宮城県であの被災してるんですけど、はい、その時ちょっと問題になったのがあの交通網がだいぶやられていて <laughs>、はい、あのオンラインのショッピングとかでちゃんと被災地まで届くのかなっていうところが、はい、ちょっと気になったところです。はい。 あ、質問ありがとうございます。とこちらのサービスは、えっ、ー、とメインの目的としては、あの支援者の方とボランティアの方を、ま、じ、え、ゃ、ー、避難所の方と支援者をマッチングして、欲しいものと欲しくないものの差異をなくすっていうことに重きを置いてるんですけど、まあその後実際にその運用していくっていう場面ではおっしゃった通りに大事だと思うんですけど、あの。 今後、のドローンの登場だとか、なんかそういう新たなそのハードウェア的なテクノロジーの発展によって、そういうのは解決していくかなと思ってるんで、このサフテムのソフトウェア的な特徴としては、とりあえずマッチングを重視して、不要なものとかいらないものを送らないってことに重点を置いて、他のなんか実際に送るだとか、実際に物を送るっていう場面においては、他のテクノロジーを採用していく必要があるかなっていうふうに考えています。なので、ちょっとまだあの実際にどうやって送っていくかっていうところは考えられてない状況になります。 わかりましありがとうございます。はい、ます他に質問がある方はいらっしゃいますか。とコンセプトはすごいいい、あの、えー、サービスかなと思います。はい、あの、で、よな質問なになっちゃうかもしれないんですけれど。あの、避難所リストを。 のなんですかね重みづけというかえそこら辺のたぶん何て言うのかなうーんまあ偏っちゃったりすると思うんですけどそこの対処方法とかって何かか考えてたりしますす <laughs> そうですねあの例えばあの支,援所の支援者の方になんかこのぐらいの値段帯のものを寄付したいとか言ったらそのぐらいの値段帯のものをえ希望してる避難所をえ表示したりとか,なんかそういうその順番をランダムにこう選んだりとか。 なんかちょっとまだ寄付があまりされてないような支援所を上に出したりとか,なんかそういう並び替えの手法を今後ちょっと追加していくことによってそういう問題は解決できるかなっていうふうに考えてます現在現段階ではちょっとまだ偏りがあるんでその上に表示されている人に寄付が集まりやすいみたいな形になってしまって,るっているありますあと、被災したときって大体あのまあ何ですかね商品ってパターン化されていると思うので。<laughs> 商品というかまあ物資 フリーテキストよりもなんか一覧とかの方がいいのかなというふうには思いました。うんはい、はい、以上です。あり,すありがとうございます。ありがとうございます。ええ、え支援する側の。 ユーザーが使うときのことなんですけれども、はい、例えば、最初に支援しようと思って、このサイトを訪れたときに、まずユーザー登録が必要ですと言われると、その時点で尻込みしてしまうようなことがあるのではないか、はい、なので、支援物資を選んでから、支払いと同時にユーザー登録をするというようなことは可能なのでしょうか<ー>そうですね、まあ、可能だと思うんですけども、そうしちゃうと、どうしてもデータベースの管理とかがやりにくくなってしまって。 ログアウトした状態でなんかやってたらまた登録してくださいみたいな重複登録とかの危険性にもつながるしやっぱりなんかシステムのサービスを運営する上では最初に新規登録してちゃんとこのユーザーがこの操作をしたっていう風に関連づけた方がいいのかなっていう気もしますただ、おっしゃったようにサービスを運営する上での機能的な面ではそちらも十分ありだと思います。 ありがとうございます。はい、えっともう1つお聞きしたいんですけれども、えっと、その支援を表明してそしてその時点で支援者側からは避難所側からは表明された支援が見れるそしてまあ購入もできるということなんですけれども実際に支援をしようと考えている場合おそらくその支,援証明支援表明から購入までの間のタイムラグってないんじゃないかと思うんですよ。<laughs> そのままチャットなしで一気に支,援、えー、支払いすることもできま,すまあそうですよね、はい、それを考えるとその、えっと、支払い前に支援を表明する機能があるということは、えっと、悪い考え方なんですけどもその悪意を持ったユーザーが支援の表明だけをして、えっと、支払いを行わないというようなことが考えられると思うんですけども、えっと、実際にその支援をしてから、えー、支払いをするまでのタイムラグが普通の善意のあるユーザーに にとってほとんどないのであればその機能はその悪意を持ったユーザーにとってのメリットになってしまうんじゃないかとちょっと思うんですけれどもはいいありがとうございます毎回その支援表明をするのと支払いの間のタイムラグを残しちゃうと一品一品選択するごとにその支払いの操作を行わなくなってしまければなって ななくなっっててしまってそれだとなんかあの確認画面をいちお,金お金の話なんで確認画面を1回踏んでおく必要があるかなって思ってイメージとしてはアマゾンのお買い物の,あのカゴに1回商品を全部詰めてあげて決算だけ一括でやるみたいなイメージであのもちろんタイムラグなくやってもらうあのユーザー側のほうでやってもらう分には全然いいんですけどやっぱりワンクッションは踏んでおく必要はあるかなっていう,ふうに考えてます。 その場合は実際にアマゾンの,のえっと支払いのえっとカートと同じようにカートはカートで登録させておいて <そう S 1> でも、その支払いが行われてから支援所の方にその情報を送るという形式でいいと思うのですが <あー S 1> そのあたりはそううですすねありがとございまありがとうございます。 ではそろそろ質問の時間を切らせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。